ロンドン補習授業校は、ロンドンにある現地校やロンドン日本人学校以外のインターナショナルスクールに通う日本人生徒向けの補習校。1965年に日本クラブの主導で日本語会が発足し、1976年6月には日本人学校有限会社を設立。小学部、中学部、高等部を設立しており、アクトン校舎、 ブレント校舎、クロイドン校舎の3校舎を使用している。1999年時点では、小学生1152人、中学生258人、高校生93人と、教師82人であり、イギリスにおける、日本人向け補修校発行のうち最大規模となった。学生のうち98人が、日本人とイギリス人のハーフである。 これらの学生は5クラスに分かれて基本コースを受けた。1999年時点の教師数は82人であり、女性が主だった。教頭と教科主任は日本からの不妊であるが、他の教師は現地雇用であり、イギリスの修士学生や主婦も含む。補修授業校は日本文部省の検定を受けた教科書を採用している。 ありがとうございます。